事件だ、関につけ。今日朝学校掃除してたら大量の灰皿と吸い殻を見つけました。何あれ、タバコぽいな。先生も朝から掃除とか暇人だな。王子、お前が。いや違いますよ、部活してるのにそんなことするわけ。てか先生、このクラスなんですか。それは分からんけど、このクラスみんな吸ってそうやん。え、何その理由。やっ、先生たちの可能性も歩くね。先生たちは決まった場所に吸ってます。まあいいや、なんか分かったら先生のところに来て。すいません、遅れました。え、佐々木くん遅刻。おはーす。お、珍しいな、佐々木が遅刻とか。ねえ佐々木くん。あ、はい。なんか学校でタバコ吸ってるやつおるらしいよ。え、そうなんですか。怖いですね。佐々木くん、ちょっと職員室に。佐々木くん犯人。なわけないやろ。なわけないか。なんか知らないか。え、何がですか。ああ、タバコの吸い殻がたくさん学校にあって、佐々木くんならなんか知ってるかなーって。いつですか。一応今日見つけたんだけど、昨日目撃した人がいるって言うんだよね。